シンさん、どうですか？少しは落ち着きましたか？こんなわけのわからない状況と場所で落ち着けって無理があるだろ。わかりました。ではこの世界のことからご説明しましょう。ここは地球ではありません。は？いきなり何を？ここは天界です。私はこの天界に所属する天使、空海ジュピエルと申します。はあ。そしてあなたを殺した連中、奴らは私たちの宿敵、悪魔です。あなたには特別な素質があります。そのせいで連中に狙われたのです。私の任務はあなたを保護して天界に。ちょっと待て、何を企んでるんだ。こんな大掛かりな狂言仕組んで、どうせ新手の詐欺かなんかだろ。言っとくけど、僕を騙したって何の得にもならないぞ。両親の遺産だって僕の管理下にないんだからな。あなたたちの世界の常識では考えられないことかもしれませんが、残念ながらこれは事実です。嘘だ。天使だの悪魔だの、そんなの信じられるわけがないだろ。頭おかしいんじゃないのか？わかりました。では私が天使だという証拠を見せましょう。ご覧の通り、私はハイローもフェザーも持っている紛れもない天使です。狂言でも詐欺でもありません。ご理解いただけましたか？シンさん？ああ、狂言とか詐欺とかそういう次元の問題じゃないことは理解できた。でも天使とか悪魔とかって。あのシンさん、どちらに？ところに来た。献身の時間だ。献身で、どこかに痛みはあるか？痛み？胸のあたりは痛いけど。剣で刺し貫かれていたからな。そりゃ痛いだろ。痛み止めは打った。あとは我慢しろ。他には？頭が痛い気がするけど、多分この状況のせいだと思う。うん、経過は順調か。拒絶反応もないようだし、特に問題はなさそうだ。あんたは医者なのか？いや、違う。じゃあ何なんだよ。私の専門は結晶エネルギー学だ。結晶エネルギー学？なんだそれ、聞いたこともないけど。素人に説明してもわからんだろうから詳細は省くが、そういう名前の学問だ。私は科学者だ。よくわからないけど、その科学者がなんで医者の真似事なんかしてるんだよ。君が私にとって重要な研究対象だからだ。私は君のような神になる素質がある人間をどのようにして神の座につかせるかを研究している。え？神？ジュッピーに聞かなかったのか？この天界にいる連中の目的は君を神に祭り上げて悪魔と戦わせることだ。神に祭り上げる？悪魔と戦う？何の罰ゲームだよ、それは。抵抗したって無駄だぞ。
君に選択権はないんだからな。なんだよそれ、脅すつもりか。僕は絶対に神になんてならないぞ。いや、そうではなくて、もう手遅れなんだ。君はすでに神になっているのだから。あ、今なんて言った？君はすでに神になっているのだ。嘘だ。だって何も変わっていないじゃないか。羽も輪っかもないし。順を追って話そう。まず君は人間界で悪魔に遭遇した。そこで君は死んだ。殺されたんだ。けどこうして生きているじゃないか。君は死体の状態でここに搬送されてきた。そこで君に結晶を埋め込み、神として復活させたのだ。死体から生き返るまで話が飛びすぎだ。なんだよ結晶って。運命覚醒結晶。君に神の力を与えるものだ。なるほどね。これ以上質問を繰り返しても理解できそうにないことだけは分かった。そう、君が運命覚醒結晶の仕組みを理解するのは無理だ。この研究に生涯をかけている私ですら、未だ 70% は未知の領域なのだから。君が理解しておけばいいことは、すでに君は神であるという事実と、私に命を救われたという事実、この2点のみだ。いわば私は君という神の創造主であり、命の恩人というわけだ。礼の一つくらいあっても損はないぞ。まあ私が興味あるのは、君を神にすることで悪魔と戦うことではない。詳細はジュッピーにでも聞けばいい。シンさん、こちらでしたか。お探ししておりました。これから司令室に来ていただけませんか。司令室にはこの天界の長たる天使長が待っています。順番が前後してしまいましたが、シンさんに正式にお願いをと。僕に神様になれって、そして悪魔と戦えって話、マルルさんからお聞きになられたのです。その話だけどさ、なんで僕なわけ。僕にそんな特別な素質なんてないぞ。いいえ、あります。運命覚醒結晶が適合したという事実がその何よりの証です。あなたにはこの展開の神として私たちと一緒に戦ってほしいのです。そんなのどう考えても人選ミス。なんだ。敵襲を知らせる警報です。どうやら悪魔の侵入を許してしまったようです。申し訳ありません、シンさん。これから侵入した悪魔を迎撃しに行きます。悪魔を迎撃？それってもしかして僕に。はい、神様としてご同行願います。なんで僕が。そんなことできるわけがないだろう。シンさん、あなたは神様になられたのです。神の力で全ての悪魔を滅ぼすこと、それがあなたの神様としての使命なのです。それはあんたたちの勝手な都合だろう。僕に神様として悪魔と戦えだって。笑えるね。私たちの説明が不足していたのは認めます。でも今は緊急事態なのです。シンさん、私たちと共に戦ってください。ふざ
ケンナ僕に任せるなんて言うと思ったのか。いきなり殺されて、無理やり生き返らせられて、神様に仕立て上げられて、挙句の果てに悪魔と戦うだって冗談じゃない。僕を何だと思ってるんだ。シンさん、落ち着いて聞いてください。悪魔は天使を皆殺しにするつもりです。もちろん神様であるシンさん、あなたもです。あ、そう。一回死んでるんだ、別にいいよ。また元に戻るだけだし。現在の戦況は良くありません。正直に申し上げると、悪魔側の圧倒的優勢、すでに半数以上の天使が死滅しました。このまま天使が増えれば、悪魔が世界を支配すれば、あなたの生まれ故郷がある地球も無関係ではいられません。光と闇の均衡は崩壊し、仮初めの平和は常しえの破壊へと変わり、やがて滅亡の道をたどることでしょう。だから、残念ながら僕は世界の平和のために戦う勇者なんて柄じゃない。わかりました。巻き込んでしまい申し訳ありませんでした。もし敵に見つかったら全力で逃げてください。どうしろって言うんだよ。僕が悪者みたいじゃないか。敵前逃亡とは結構なご身分だな。うわ、いつの間に。言っておくが、私はそこにはいないぞ。君の肉体に埋め込まれた結晶を返して話しかけているだけだ。イマジケーションといってな、君の概念で分かりやすく言うなら立体映像付きの電話のようなものだ。でジュッピー一人に迎撃を任せて、君は無関係を装うつもりなのか。無関係を装っているんじゃなくて、実際に無関係だ。それは君が無関係だと思っているだけだ。いくら拒もうが、君はすでに神なのだ。この天使と悪魔の戦いに無関係ではいられない。そんなのお前たちの勝手だろ。なんで僕を巻き込むんだよ。君には神になるための素質がある。君にとっての不幸は天使たちの幸運だった。そういうことだ。いい加減に諦めたらどうだ。せっかくの機会なんだし、神の力を見せてみろ。君がその気になれば悪魔にも勝てる。無理だって。たとえ神になったとしても僕は僕だ。悪魔と戦うなんて。よし、いいだろ。そこにある厳重な扉の中に入る。そこなら安全だ。え、この中に。そこは悪魔が侵入した時に避難するためのシェルターだ。波の悪魔の攻撃ならびくともしない。急げ、間もなく悪魔が来るぞ。ここはシェルターには見えないんだけど。ここは侵入者を誘い込むための迎撃システム、通称ファンタズマだ。侵入者を足止めし、迎撃しやすくするために空間を迷宮化するのだ。おい、それだけじゃないぞ。迷宮化と同時に生み出されるガーディアンが全自動で侵入者を迎撃排除するように設計されている。これで敵の。ちょっと待て。ん？なんだ？まだ質問があるのか。ここは避難するためのシェルターじゃなかったのか。ああ、
あれは嘘だ。はい。そう怒るな。逃げたところで何も解決はしない。むしろ問題が追いかけてくるだけだ。問題があるなら正面からぶつかれ。それが解決への近道だ。いいこと言ったみたいな顔してるけど、要するにお前は僕を実験台にして研究の成果を見たいだけなんだ。なかなかの洞察力だな、神風氏。正直に告白しよう。その通りだ。で、これからどうすればいいんだ？とりあえず前進しろ。前に向かって進んでいればいずれ出口が見つかるさ。大丈夫なのか？そんな出来の悪い歌詞みたいな適当な指示で。大丈夫さ。君は神なんだから。